秋田県南部に位置する横手市平賀町は、奥羽山脈から緩やかな傾斜地が続く扇状地にあり、古くから質の良い湧き水に恵まれ、農業や酒造りが盛んに行われてきました。浅間石堀は江戸時代の終わり頃、尾張の国、有松・鳴海地方、現在の愛知県から技法が伝えられたものと言われています。豊富で質の良い水に恵まれ、藍草の生育にも適しているなど、染め物を行うに良い条件が整っていたため、各集落に染め屋が点在していました。ここに絞りの技が磨かれ、県南屈指の名産として広く知れ渡りました。比較的容易に量産できる技法は、波絞りとして普段使いの手ぬぐいや下着などに用いられました。特に図柄の優れたものや絞り作業に日数のかかるものは、富裕階級の婚礼衣装にあつらえられるなど、高級品として扱われました。この鶴亀模様は江戸末期の作品で、浅間井で最初に絞り染めを始めたとされる寺田家に代々伝わるものです。1週間かけて絞り、半日かけて染め上げたと伝えられる見事な花嫁衣装です。現在ではうかがい知れない様々な絞りの技術が施されており、全国でも類を見ない秀作と言われています。浅間井絞り藍染め保存会の会員が作成した絞りの数々です。会員は日頃から家事や農作業の合間にコツコツと作成しています。江戸後期から明治時代中期に最盛期を迎えた浅間井絞りですが、時代の変遷とともに安価な工業製品に押され、技術の伝承者が減少し、衰退の一途をたどってきました。手間暇のかかる高価な絞り衣装は、医療の供給が増加する中、大正期に姿を消しました。大正時代に技術を習得した伝承者を中心として、昭和57年に
昭愛浅米絞り保存会が結成されました。現在は浅米絞り藍染保存会に名を改め、技術の伝承や研究、古い作品の保存活動を行っています。